三度の飯より競馬好き競馬 V です。はい、どうも競馬 V です。ということでね、エリザベス女王杯なんですけど、まあ、京都2200芝ですね。はい、今日ねちょっとあの2019年の11月4日、夕方の6時前後なんですけど、今まあ予想の方をね、今日行われたあの JBC の3レースともに予想をパパッと上げたんですけど、まあ予想上げたもまたここに貼っとくんで、まあ見てもらったら別の動画で上がってるんで見てもらったらどうかなと思ってるんですけど、一応ね安いながらでも、3レースともに、3レース全部的中しました。やりましたよ。やっぱりねミスターダートマンというぐらいの気持ちはあるんで、自分の中でやっと当たったなと。ミヤコステークス当たっとけよと、中央競馬のダートも当てとけよということなんですけど、まあまあまず良かったかなと思っているんですけど、まあ JBC なんですけどね、まあほとんど当初3頭縛りで行ってほぼそれが、入った感じになりまして、まあ良かったなと、これでちょっと調子波に乗れるかなと、調子と波に乗ってエリザベス女王杯、予想しようと思ってます。はい、まあ、予想というか今はねちょっと気になる馬と、今回も軸はもう決めてます。もう前からずっと決めてます。はい、その軸馬紹介と気になる馬をちょっと紹介しようかなと思っておりますんで、どうぞ。はい、ということで、エリザベス女王杯僕の、軸馬まず紹介なんですけど、もうこれ決まってた、もうクロノジェネシスですよ。はい、もうみんながね知ってる、まあこれ僕も前走これ秋華賞、クロノジェネシスは絶対やというで一応ねこの本命は当てたんですけど、まあ相手がちょっとね来なかったんでちょっと情けない内容だったんですけど、まあクロノジェネシスはもう前回というかもう前々回からもずっと狙ってて、まあ距離もねやっぱ1006よりも上、まあ1008から2400かなと、正直一番合ってる距離かなと思っているんで、まあ今回もねこの2200なんで、この馬に関してはより一層まあ、秋華賞で2000だったんですけど、もう距離200伸びてもまあ十分対応はできる足もありますし能力もありますし、ただちょっと不安なのがまあ古馬、相手にするのが初めてということですんで、まあその辺はね正直気にはならないんですけど、まあどんだけできるかなと。まあ、この間のねサートゥーナリアがね3歳で小馬相手にちょっと能力で力出し切れなかったっていうのもあったんですけど、まあこの牝馬のクロノジェネシスに関しては僕はまあ大丈夫かなとは思っております。はい、まあ、ここは絶対的なクロノジェネシスね、安定感を信じてこれは僕は買おうかなと思ってます。まあ当然多分一番人気になるでしょうけど、まあこれはもう人気になっても仕方ない軸かなと思っております。はい、でクロノジェネシスが軸で行くんですけど、相手ねちょっと今すごい悩んでます。後ろから行く馬なのか前の声するかなとかこういろいろ考えてるんですけど、やっぱ一応ね今んとこ気になってもこのスカーレットカラーもうここねこの4走もう調子良すぎます。ただ距離がどうなるかですよね。2200となってくると、まあマーメイドステークが2000なんで、まあそこがまあキーになるんですけど、まあ1008だったら結構安定したね成績残してきてるんですが、まあ 2200m となるとどうかなっていうのもあるんで、ちょっとこれも抑えて今考えてます。スカーレットからでもう一頭がやっぱラッキーライラックかなと。
言うてもこの馬もあれですよ、桜花賞も2着で、でオークスも3着という結果残してますし、まあ、中山記念もねこれびっくりするぐらい強かって、これもコバともやってる実績もありますから、まあ難なくここは、対応もしていくかなと。もうここのウィンブライトンのステルビオに先着してるのはびっくりしましたけどね。はい、まあ、能力がある馬だと思ってるんで、まあ、この馬もちょっと抑えで置いてるんですけど、でもう一頭が僕ちょっとこのレッドランディーニをねどうしてもちょっと狙いたいなと思ってます。はい、まあ、この前走はちょっとね不甲斐ない競馬だったんですが、まあ、マーメイドステークスはこれスカーレットカラーに先着してのまさかの、2着と人気薄いきましたし、その前のこの時の競馬もまあまあ強い競馬もしてましたから、まあ一発あるんであればレッドランディーニも全然狙える馬かなと。まあ産駒的にもディープインパクトなんで十分に、距離も持つでしょうし、はい、思っております。なんで今んとこはまあ軸馬から流していこうと正直考えております。はい、でまあ枠も結構関係はあるんですけど、今回ちょっと悩みますよね。まあラブゾーンリーもねこれ無敗の女王もいますし、ただ正直ここ僕はあんまり買う気はないんですけどね。まあちょっとやっぱエリザベス女王杯とは僕の中である程度荒れるイメージがありますんで、やっぱすんなり上位決着はないかなと思っていますんで、その抜け目のいい盲点をついていこうかなと、穴を狙っていこうと思っておりますんで、また、いい馬いたらまあ言うか、もうそのまま買い目であげるかっていう動画またあげますんで、よろしくお願いします。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。またな。ブイブイブイ。